10月14日、秘宝島到着。想像してた通り面白くなりそうだ。小暮とかいううさんくさい業者がいるし、ヨネもマナミも何か隠してそうだ。しかし驚いたぜ。あの三村翔子が葉月にくっついてやがったとは。あの色気で今まで何人の大物を垂らし込んできたことか。今度は何を狙ってるんだ。それにしても、娘の真由良が巫女さんをやってるとはね。葉月とは仲が悪そうだし。これから何が起こるか楽しみだ。滞在中に必ず何かを掴んでやる。あの12年前の出来事さえ詳しく分かれば、葉月の野郎、きっと尻尾を出すはずだ。伝説の大聖将の仮面を、俺が引っぺがしてやる。どんな些細なことでもテープに吹き込んでおくことにしよう。時計塔の鐘は鳴らんように止めておる。はじめちゃん、なんだこの鐘の音は。ミユキ、見るな。小暮か。赤木手まりが。どうしたんだ。こいつは。何事ですか。社長。社長。さあ、時計塔だ。おう。小田金田一。ダメだ、鍵がかかってる。ここの鍵がなくなっておりますじゃ。なんだと。しょうがない、ドアを壊す。そう、それ。赤木手まりの初見し番。雨の刻みを取り継げん。山藁が来よった。これはたたりじゃ。財宝を狙う者へのたたりなんじゃ。こりゃいいで。
Thank you.